どうもこんにちは、タッカキッチです。さあ 6.1 新しい防具出ましたね。どれもこれも性能がいいものが結構多かったので目移りしちゃうんですが、僕これ揃えました。ロードリーコサージュ、はい、ね、ブレス系、とにかくカテドラルをなんとか卒業したいと思って、まあ、全部自分自作錬金をしたものばかりですかね。はい、もうこれを早く試したくて試したくてうずうずしちゃう、はい、そんな自分がいます。ロードリーめちゃくちゃ嬉しい。はい、まあそんなね、今日装備の紹介していきたいと思います。まあアンチの人もね、はい、高吉チャンネルを応援してくれる人も楽しみにしといてね。はい、そんな中ね、まずね、買い替え必須だろって思うのがこの聖域の遠い上。ヒットポイント15、攻撃力8、コマンド間隔 0.5 秒、行動時 5% でチャージマイナス、10秒。そして三河市率 3.0%。まさにガナドールの上位装備と言っても過言ではない。何世代も渡って、これをもうやっぱり正規でしょうって言ってるね。はい、未来が見えます。これはもう間違いなく、買いでおすすめでございます。もう、体勢とかガンガン揃えてね、買い替えていってもいいんではないんでしょうか。はい、次はね、この僕も買ったこのロードリーローブ系ね、装備。これはね、もうおすすめっちゃおすすめ。僕買って損はないなと思った。と思った。まあやっぱり何がいいかっていうのはブレス100に簡単にできるところ、まあカテドラルより秀でてるのが、まあ、まあ回復魔力がアップするということと、まあ、呪文速度と、まあ、NP もちょっとね気持ち上がってるよね、NP8 から15に上がるよっていうね、あのロードリーローブなんですが、まあ、中にはデヌメゼとかね通ってる僧侶の人がいるんですけど、まあ、そういった人は無理やり買えない装備だよね。まあ、なんつったって、もうブレス97と竜の鱗でね、ブレスをもう完封できる装備を持ってると思うのね。わざわざ妖艶魔女で僧侶装備を揃えたよっていう人は、まあ別に無理に買えなくていいよね。回復魔力も言うても、まあ5、上がるぐらいだからね。まあその5が大切なんだよっていう方も中にはいると思うんですけど、カテドラルしか持ってないんですよっていう方はロードリーに変えてもいいんじゃないか、おすすめなんじゃないかっていう装備なんですよね。まあ、ただ攻撃系の後援職をやる人なんであれば妖艶魔女のが絶対的にいいです。このロードリーは、やめといた方がいいです。はい、まあ、なんつったって炎と闇の攻撃 5% がついてるので、魔法使いだったらメラゾーマ、占い師だったら死神だとか罪人だとかな、天地だったら煉獄火炎だとかマグマだとか、デスマスターだったら闇の攻撃全般上がるよね。で賢者もドルマドンっていうねダメージも上がるので、まあ、ガルドドンだとか、まあ、天地なんかバンマの塔なんかは妖艶魔女とかのがおすすめだよね。まあレギロランズを行くんであれば天地占いもロードリーの方がいいとは思うけどね。こっちのがブレス100優先なのでね。まあどっちかというとブレス100が必要なコンテンツとか、まあ僧侶さんにとっていい装備、おすすめな装備って感じですよね。ただね、妖艶魔女を買って、なおかつ、足りてるんだよっていう方は無理にこう買い替える必要ない装備なんだけど、まあやっぱりね、今後のことを考えると、今、ブレスガードって多分安いんだよね。みんなちょっと作りまくってて。まあなので、トガ人のコンテンツが来たり、まあそれで一気に跳ね上がる可能性もあるので、高くなってから買いたくない、ブレスを買いたくないよっていう方は、まあ今買っても、ね、少し安めで落ち着いてるんで値段が、買ってもいいんではないかと思います。ロードリーローブ。まあ、ぶっちゃけ、おすすめです。はい。ブレス100に簡単にしたい、そしてなおかつ買い魔を上げたいっていう方は、もう妖艶魔女でブレスを僕は買ってないんですよっていう方はもう買った方がいいと思います。さあ次はこちら、空賊のシャツ。これ見た時ね、痺れると思った、うわすげえと思ったんだけども、ちょっと待ってよ、これ僕微妙なじゃねってちょっとまあ思い出してきましたね。まあっていうのは、基本的にこの装備って職業を選ぶ
と思うんだよね。まあ、今回この状態異常成功率っていうのが、まあ道具もラリフォーマーとかはあるんですけど、魔戦のフォースブレイクだとか、まあ、海賊のあのしびれ玉とか、まあ、状態異常を狙う時に使うんだよね。ただやっぱり魔戦と道具っていうのはあくまでもバフをかけるっていう、まあ、呪文を使うよね。そうすなるとワンダラーズのがいいんだよね。回戦時 100% の早読みと行動時 5% の早読みをつくっていうこのワンダラーの方が、しかも下フリーなので、正直ね、魔戦道具でやってる人っていうのは別にワンダラー装備してたら買い替えなくてもいい。まあ大解決を未だに装備してますよっていう方はね、まあ僕なんですけど、別に買ってもいいんだけどね。ただ本当に道具使いと魔戦をやりたいっていうんであれば、僕はワンダラーのがおすすめかな。ドラゴンはどうなんですか。これ土ダメージ弦がついてるから気象獣のモグラとかにはすごいいいよね。気象獣を今後僕ちょっと考えてるんですよっていう方はこっちの方がいいと思います。ドラゴンベスト。空賊が欲しがるって人っていうのは、まあ盗賊で器用さ、やっぱり盗み金策してる人って、まあ、器用さの上限が上がるから、まあ空賊のシャツ、そして海賊をよくやる人は空賊をこれおすすめなんだけど、道具を魔戦をやるんであれば僕はこのワンダラーズがおすすめです。はい。なので、魔戦道具やる人は買い替える必要は、もしくは大解決装備してるならワンダラーを買った方がいいと思います。今回この性欲のドレスめっちゃくちゃちょっと難しいんですよね。悩んだんすよ。うん。強いと思う。行動時 2% で聖女の守り、そしてマイナス10秒チャージね。めちゃくちゃ強いと思う。ブーメランを装備してただでさえ CT 回しが早いのに、さらにこの効果がついて超ハッスルだとかレボルスライダーだとかデュアルカッターだとか、そういった行動ができるし、なおかつレンジャーで装備するとサマーソルト、レボルスライサー、そしてケロビロスロンドイといった、まあ、パーティーの火力を上げるための行動を回転率早く回せるからね。といってもグレイフルとか風のマントも、じゃあそれからわざわざ買い替える必要があるのかって言ったら、この2つも使い勝手がいいんですよね。うん。なので今回このレンジャー系旅芸系の装備ってどの遊び方によって変えてるかっていうので買い替えが必要なんじゃないかって思うんだよな。例えば僕はね、旅芸よく使って回復系の方が使うんですよ。旅芸で回復の役目、ヒーラーの役目として僕は職業を出すんですよっていう方は絶対風のマントの方がいいですしね。あの下フリーだしね。うん。で特にグレイフルコートなんて、まあ、最近で言うとアンドレアルだよね。状態異常成功率 10% ついてるので、まあブーメランでガンガンね、あのルカニだとかマヒだとかっていう行動をよくする人はこっちのがいいし、特にレンジャーする人っていうのは、まあスキルラインで攻撃値ヘナトスとかルカニとかっていうのが入ってるから、タイガークローでやってるだけでガンガン入るんだよね。まあ、グレイスフルコートだとレンジャーすごい相性がいいんだよな。まあ旅芸のブーメランとも相性もいいけど、うん。踊り子なんかはスリープダガーだとかバイパーファングとか使うときって、まあ状態異常成功率 10% の方がいいよね。なのでそういったデバフを入れてよく遊ぶよっていう方はグレイスフルのままでいいんじゃないかな。CT 技をガンガン回せるので、まあ、パーティー全体の火力を上げたい方は、まあ、性欲のドレスがおすすめなんじゃないかと思います。じゃあ高木ちゃん買うんですか。で今は僕ちょっと様子見ですかね。まあこれを着てデルメゼレンジャーやってみたいっていう気持ちはありますよね。もうガンガンケロベロスロンド、レボルスライサー、サマーソルトを CT ガンガン回して、もうどれだけ火力を出せるかね、あの魔物使いさんたちがどれだけ気持ちよく火力を出せるかっていうのをね見たいなって思うので、性欲のドレスはそれのために欲しいなっていうだけで、トガビトでもしかしたら次の
ね、コンテンツで必要なかもしれないから、まあ一旦今は様子見なんですかね。まあなのでこの性欲のドレスっていうのはその人の遊び方によって変える装備ではないかと思います。はい、っていうことで早急兵団なんですけど、ちょっとこれ僕初めて見た時ちょっとすごい微妙だなと思った、いやいらないじゃんと思ったんだけども、まあ戦士とか魔剣士を普段いろんな場所で使ってるんだっていう方は、まあダメージはかなりね上がるし、特技ダメージプラス10なので、暗黒連撃なんか使ったら50ダメージアップしますからね。まあなので、まあ、行動時 5% で攻撃力とね守備力も上がるので、攻撃してるだけで、まあ、行動してるだけで、あとおまけ程度に会心完全ガード、まあ結構通行やってくる敵増えたからね。うん、まあなので、まあ前線で魔剣士戦士を使っている方は買い替えてもいい装備だと思うんですが、まあ特に僕は必要ないかな今はって思うような装備ですね。まあっていうのは、まあ、僕パラディンと魔戦をよく使ってて、魔剣士なんかで行く時って正直フィールド狩りをするか、まあもしくはバンマの塔行く時に出すぐらいなんですよね。やっぱりバンマの塔ってミラーアーマーが一番合ってるんだよね。パラディンなんかでレグナードを行く機会があるんで、そうなると魔公爵のブレスダメージ8% 減っていうのがすごく強いんですよね。簡単にブレスが漏れるので、なので僕的に出す職業としてはこの早急兵団っていうのはあんまり魅力的じゃないのね。まあ今後ね、あのトガ人とか でなおかつ戦士とか強化されて出す機会が多くなってコンテンツに必要になって買い替えるっていうパターンはあるとは思うんだよね。まあなので今は正直急いで買い替える必要ない装備だと思っております。はい、ということで今日は高吉的おすすめ装備でした。本日もご視聴ありがとうございました。また見てね。